すまなかったね、木馬。君の体返すよ。ノア、お前はどうするんだ？僕は、父上のところに戻るよ。だって、お前、少しの間だけでも、また生身の体でいられて嬉しかった。行くな、ノア！僕は人の心を取り戻すことができた。君のおかげだよ、木馬。ありがとう。しっかりしなくちゃ。ノアの分も、俺は現実世界で一生懸命生きていく。そのためにも、いつまでも兄様に頼ってばかりじゃダメなんだよな。どうした、木馬？なんでもない。いよいよだね、兄様。ああ、ゴーザブローの残した忌むべき遺産、カイバコーポレーションの軍事産業の中枢だったアルカトラズ。その残骸の中に作ったあのデュエルタワーこそ、このバトルシティトーナメント最後の舞台。今こそ決着をつける時だ。マリクの持つラーの抑神竜、これぞラーの抑神竜だ。勇気の持つオシリスの天空竜、そして俺の持つオベリスクの巨神兵。3枚のカードを手に入れ、デュエルタワーの頂上に君臨するのはこの俺だ。兄様、待っていろ、アルカトラズ。今戦いの幕が開く。お兄ちゃん、前の様子はどうだ？そうか。マイ、マリク、てめえ何しやがった？手招きに応じるまま、女は闇へと歩を進めた。究極の孤独をさまよい、永遠に目覚めることはない。俺を倒せば助けられるかもしれないがな。待ってろマイ、俺が必ずマリクの野郎をぶっ倒して助けてやるからな。お兄ちゃん、きっと勝ってね。ああ、任せとけ。いよいよ始まる最後の戦いが。姉上様はさっさと戦線を離脱して高みの見物ってわけだ。気楽なもんだな。マリク、リシドはどこだ？知りません。しらばっくれるなよ。あんたが隠したに決まっている。知っていたとしても教えるわけにはいきません。そう言うだろうと思ったよ。だが、本来これはあなたが持つべきものです。千年タウクをファラオに渡したんだろう。今のあんたには未来も見えないし、この千年ロッドの力から身を守る術もない。今ならあんたを洗脳してリシドの行方を聞き出すのも簡単なんだぜ。いいね、その怯えた表情。姉上様のそんな顔を見られるとは。だがゆっくり楽しんでいる時間はなさそうだ。まもなくアルカトラズに到着いたします。デュエリストの皆さんはデッキに集合してください。リシドはラーの怒りに打たれたんだ。そう簡単に目覚めるはずもない。それどころかこのまま目覚めることもないかもな。カイバや遊戯が何とかしてくれると思っているなら無駄なことだ。俺の持つラーに奴らを敗北するんだよ。さて行くか。デュエルでファラオを血祭りにあげた後、ゆっくりリシドも始末してやるよ。姉上様はそこで黙って見ているがいい。全ての希望が真の闇に飲み込まれるところをな。マリク、やっぱりバクラ君消えちゃったのかな。ああ、バクラはマリクとの闇のゲームで負けた。敗者は闇のゲームを仕掛けた者を倒さない限り戻っては来ない。遊戯、来ていたのか。貴様、バクラをどこへやった。さあね、闇のゲームに敗北した奴の行く先など知ったこっちゃねえからな。どこへ行ってしまったんだろう、バクラ君。このデュエルは
犠牲になる人が多すぎる。すまない。もう一人の僕。元はといえば、俺の失われた記憶が招いたことだ。マリクが俺を憎み、千年アイテムに関するものもそうでないものまでも犠牲にして、全てを闇に葬ろうとしているのも。To return home. Their fate is in my hands, and these dice control their destiny. No! Let's roll. すべては俺が。違うよ、君は悪くない。相棒。覚えていない記憶のことで君が責任を感じることなんてない。君はいつだってみんなを守ろうとしてきたじゃないか。それにまだみんなを助けることだってできるかもしれない。諦めちゃダメだよ。そうだな、今は前だけ向いて進むしかない。ゲームの途中で諦めるなんて真のデュエリストじゃないからな。あ、いたいた。探したぞ、ユーギ。そろそろ目的地に着くらしいぜ。うん。それにしてもバクラどこに行ったんだろうな。あんな怪我してるのに大丈夫かな。また千年リングは関係してるんだろうが。大丈夫、きっとバクラ君は帰ってくるよ。そうよ、今は信じて待ちましょう。あ、そうだな。うん。さあ降り立つがいい、デュエリストども。俺が作り上げたプライドの領域に足を踏み入れさせてやる。あそこが決勝戦の場所なんだね。近くで見るとさらにでけえな。本当。そう、あれこそがデュエリストの頂点を決める戦いの場所、デュエルタワーだ。海馬君、ユーギ、お前を倒しあの頂点に立つのはこの俺だ。カイバー、この俺を忘れてもらっちゃ困るぜ。俺がてめえをぶっ倒して所詮瓦礫のお山の大将だってことを思い知らせてやるぜ。ふん、スクラップ寸前のポンコツデュエリストめが、貴様らぞ瓦礫の中にでも埋まっている。何？やめろ城之内。俺だってな、準決勝進出者なんだぞ。落ち着け。そうよ、決着はデュエルでつければいいでしょ。分かったな。それじゃあ行くぜ、ついてきな。なかなか心躍る風景じゃねえか。そう思わないか、王様よ。マリク、てめえ受け。え、ホンダ、まだ猿が抜けてねえのか。あところで主催者さんよ、準決勝の組み合わせはどう決めるつもりだ。慌てんな、あの塔に行けば運命は告げられるぜ。貴様らの死と敗北の運命が。デュエリストの皆さん、ようこそデュエルタワーへ。ただいまからバトルシティトーナメント準決勝戦を行います。何もないじゃねえか。一体どうやってデュエルするの。すぐにわかるぜ。準決勝に進む4人のデュエリストは
それぞれ4つの扉から塔の頂上に向かっていただきます。4つの扉。4つの扉、どれか1つをお選びください。ちなみに、扉の選択ではデュエルの優劣には関係ありませんので、ご安心を。そう言われても迷うぜ。ユギ、どれにする？俺はどれでもいいぜ。そうか？じゃあ、どれにしようかな。優柔不断なボンコツは残り物でもあさってるがいい。通り、よし、あの扉だ。え、おい、俺がそれにしようと思ってたのに。城之内くん、俺も行くぜ。え、おい、遊戯、結局一つしか残ってないじゃねえかよ。さあ、俺たちはこっちだぜ。城之内、残り物には服があるって。頑張ってね。これはカードバトルシステム。何をするつもりだ。着いたぜ、ここだ。うわ、天井高い。こんなところでやるのかよ。そういえば準決勝の組み合わせはどうするの？今からそれを決めるのです。城之内、なんだ？なんだ？何やってんだよ、城之内。知らねえよ。おい、カイバ、説明しろよ。静かに聞け。今、ボンコツにも分かるように説明させる。なんだと？誇り高き真のデュエル王を決めようという準決勝の舞台では、それにふさわしい方法で対戦相手を決めなければなりません。すなわち、対戦相手はゲームによって決定する。ゲームで対戦相手を決めるだと？ルールは簡単。この場で同時に4人のデュエリストが戦い、先に頂上にたどり着いた者2名と、あとの2名がそれぞれ準決勝第1戦、第2戦に出場する。つまり4人のバトルロイヤルか。もちろんゲームはデュエルモンスターズ。ライフポイントは4000。そしてライフポイントが減るほど頂上に近づく。つまり負けた者から先に頂上にたどり着くのです。ではルールを説明しましょう。ゲームに使用するのは、各自プレイヤーがトーナメントのために構築したデッキ40枚、それぞれのデュエルディスクにセット。デュエルディスクにコネクターを接続することで、スクリーンパネルに各プレイヤーのカードが表示されます。4人のプレイヤーのターンは交代制。どのプレイヤーを攻撃対象にしても構いません。先に